靴下いっぱいある中から試合の日だけなんでかこれがすぐ出てくる。これ先週ぐらいハードワークせんと勝てないと思いますんで、全力でぶつかっていきましょう。はい、行くぞ。よっと。おはようございます。おはようございます。本日はいつもと違うローソンからオープニングをお届けしてまいります。本日は四国リーグ第6節、首位 FC 徳島との戦いとなっております。前節、前々節とちょっと勝ち点に恵まれなかったので、絶対今日は、天気には恵まれているので、勝ち点にも恵まれるように全員で戦っていきたいと思います。はるかさん、意気込みよろしくお願いします。1点決めて勝たせたいと思います。以上です。完全乗ってなんとかなるわね。YouTube やってほしい。なんかネタねえかな。落ちてないやろ。何がすか？面白いネタ落ちてないです、何も。あ、いた毎度この絵になっちゃいますね、でも出演がこの絵いる。なんかこれしか持ってない。やろう。じゃあ靴下いっぱいある中から試合の日だけなんでかこれがすぐ出てくる。 このカタルーニャカラーですか？朝幕カラー。あー、なるほど、うん、俺が選んだわけじゃない。これ、ありがとうございます。まあ、先週出た人見た人おると思うけど、先週ぐらいハードワークせんと勝てないと思いますんで、全力でぶつかっていきましょう。はい、行くぞ。もうちょっと向こう行って、もうちょっと向こう行って。
ね。行け、ゴー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 。やったぜー。うまい。ナイス。ゴールゴール。ゴールじゃん。得たものとやっぱり改善しなくちゃいけないポイントがやっぱりそれぞれあるかなと思います。今日はやっぱり最後自分たちらしさが出た。じゃあ最初ちょっとやっぱりリスペクトが強かったかなっていうのは正直ある、ね。といってまた来週四国リーグあるんで次回でやっていきましょう。OK。はい、コンディション調整をそれぞれして。で暑くなってくるんで、また冬の時期はコンディションも様々ですね。一日一日を大切にして、いい準備して、次の試合に入りましょう。はい、これが以上です。よーっ。じゃねえよ。呼ぶこと言えよ。呼ぶ。お疲れ様です。いや、もう今日は非常に暑かったですね。日焼けがすごくて、もう真っ赤っかっていうところで、まあそんなのはどうでもいいんですけど、今日の結果は2対6と、なかなか厳しい試合になってしまいました。いやサッカーってやっぱ難しいですね、勝つのは、うん、それを感じました、まあ、ですがこの今日受けた6失点分たどった伸びしろがあると思うので、その伸びしろをしっかりと獲得して、次は絶対勝ち点3取れるように全員で頑張っていきたいと思います。今日は以上となります。じゃあ次頑張ります。